Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、 Facebook ライブのコメント欄からどしどしメッセージお待ちしてます。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、アシスタントはエンジェルちゃんです。よろしくお願いします。先週、はい、ついに250回はい、お疲れ様でした。いやー、ありがとうございました。もうたくさんの、もうずいぶん前のことのようですけども。そうですね、先週でしたね。え、先週放送して先々週やったんですけどね。あ、そうですね。いや、250回無事にね、見ました。先週の放送のエンドロール、すごかったね。今までの全250回のゲストさんの名前がうんたるんず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 る、すごい。250回ですからね。250回の重み感じたね。重みですね、本当に。頑張ってきたね。雨の日も風の日もね、頑張ってきましたよね。ということで、はい、また今日は251回目ですけどね。そうですね、また通常営業に戻ってですね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、今日もですね、駒込にありますサザンファンが集まるバーハッピーエンドからお送りしておりますね。また戻ってきました。はい、落ち着く空間ですよ。本当に、もうそうですね、ホームですね。ホームですね。駒込駅から徒歩5分、北区西ヶ原 1-54-6-2階、霜降り銀座商店街入ってすぐになりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。ということで今日も行きますね。はい、昨日までね、はい、沖縄行ってたんですよ。沖縄色してますものだって、4日間沖縄行ってまして、はい、こんな早く喋んなかったんで、ずっとこうスローライフちょっと口が回りません、今日は。そういう時差ボケみたいなのがあるんですね。もうね、沖縄もね、はい、すごいですね。7月、まあ、6月末から5、7月で行ったんですけども、すごい人ですね、もう。あ、もう、うん、もうすごい外国人多い、あと。あ、ね、なるほど、観光。人がこんなにやっぱいるんだと思ってね。今までほら、沖縄の話すると、うん、渋滞がないよとかね、車空いてるよとかいろいろ言ってたんですけど、うん、混んでるもんだってもう。混んじゃってる、ね。もう、温泉でシャワーやってたら、後ろのジジイにシャワーかかって怒られ。ああ、なかってんな、お前こらとかって。沖縄でシャワーかかってくれよ、混んじゃないよとかね、言いながら。過ごしてまいりましたけどね、ちょっとリフレッシュしてきたんで、今日ちょっと、はい、喋る速度遅めでいきますけどね。あ、はい、わかりました。今日はね、楽しんでいきたいと思います。はい、まずはじゃあ本のコーナーからいきたいと思います。はい、本のコーナー。はい、このコーナーは1冊10分で読める本の要約サイトフライヤーに掲載されている本の中からおすすめの本を紹介するコーナーなんですけど、今日の1冊はこちらです。ドン。はい、今日はですね、 Facebook 不屈の未来戦略、はい、いう本でございます。マイク・ホフリンガーさんという方が書いた本で、マイク・ホフリンガーさんね、Facebook、はい、の話ですよ。はい、お世話になってこれも Facebook ライブでお世話になってますね。放送してますけどね、はい、Facebook がどのようにして現在の地位にまで来たのかっていうのをまとめた本になりまして、これね、またこれ俺知らなかったんだけど、うん、Facebook って2004年にハーバード大学生向けサービスとして誕生した。ハーバード大学生向け、そう、すごい、すごいピンポイントな、全然知らなかったんですけど。へえ。で、それが今や19億人をつなぐ世界最大の SNS 桁すごいです ね、 ですね。19億人、僕らも19億分の1に過ぎない、ね、時価総額3000億ドル、どうですか。3000億ドル、ね、もう分からなすぎて、ね。で、Facebook がどのようにしてこの地位まで来たのかっていうのをまとめた本なんですけど、はい、これタック出版さんから出て、忘れちゃいけません。タック出版が新しくビジネスを始めたんですって、うん、出てるんですけども。でね、これも知らなかったんですけど、2006年に Facebook は Yahoo から10億ドルの買収提案を受けてたらしい。10年前ぐらい。そうですね、うん、10億ドル、これもいくらか分かんないですよ、ね、それを蹴ったと。マイク・ザッカーバーグさん、はい、ね、はい、もっと高い評価額で会社を上場させるという思いがあったらしい。で、その同じ2006年にニュースフィードがリリースされました。もう皆さん見てますね、はいはい、ニュースフィード、もう友達の近況がずらずら出てくるやつ、はい、ね、ユーザーの大切な友人や関心度の高いコンテンツだけを選択して表示しているというものらしいです、はい、ね。
Google 検索よりもはるかに複雑なテクノロジーが入ってるらしいですよ。あ、そうなの。これ出てくる人と出てこない人いるでしょ。いますいます。でなんか前の投稿なのに上に来てたり。来る来る。あれ不思議だよね。うん、あれだからもう外にこう公開されてないんでしょ。あれ。あ、そのどういうテクノロジーかは。あ、そうなのか。だからあのコカ・コーラの作り方みたいなことで、あれ、門外不出なんですよね。で繋がっている友人や企業の最新の状況がすぐに分かることがすごい価値が高いんじゃないかということに、まあまあ、Facebook が気づいて始めたらしいんですけどもね、すごい便利ですよね。で当時はあの始めた頃はプライバシーに関する不安が非常にこう瞬く間に広がったと、はい、これプライバシー侵害じゃないのかって言ったけど、ユーザー自身がより細かくプライバシー設定をコントロールできるようにしたりとか、いろいろなことで解決していると。でニュースフィードは今世界で1分につきよ、毎分1分につき2億以上の投稿が出てるらしいですよ、1分で。もうということでメディア史上最大規模の影響力を持つ、はい、あのものになったと。だからもうニュースでもなくテレビでもなく、なんかああいうネットの記事でもなく、はい、もうね、ニュースフィードがもう最大のメディアになったと、まあ、こんなのいろいろ書いてあるんですけどね、 Facebook がここまで来るまでにどんなことがあったのかっていうのをまとめた本なんでね、これ気になりますよね、ね、不屈の未来戦略、不確実性が高いじゃないですか、インターネット業界で何が始まるか分かんないし、その中で Facebook がどうこういろんなことをこう考えて決めてきたのかっていうのをまとめたんで、非常に読むと面白いと思いますよ、はい、ということで今日は、タック出版から出ている Facebook 不屈の未来戦略という本でした、はい、フライヤーの方にもですね、ようやく出てますので、ぜひお読みいただいて、興味あれば購入してみてください。はい。はい、あ、コメントで、はい、はい、渡辺京子さん。ありがとうございます。良い感じに日焼けしてる。あ、そうなんですよ。画面でも分かりますね。これ、なんつうんですか、ペーハーなんとかみたいなやつ塗ったんですけどね。ペーハーなんペーハー的な。日焼け的な。ペーハー的なやつ塗ったんですか ?UV。ペーハーとかなんですけど、塗ったんですね。塗ったんですけどね、結局もう沖縄ペーハーが結構すごい楽しくて合わなかったんですね、多分ね、焼けてしまいました。ありがとうございます。はい、ということで今週のゲストをお呼びしましょう。はい、今日のゲストは東京漫画の皆さんです。イエーイ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、こんにちは。映ってるのかしら。はいはい、爪です。めっちゃ詰めましたね。超長い感じで。東京漫画の皆さんです。ということで石野さん、はい、お久しぶりです。あ、そうですか。あの番組ではお久しぶりです。番組ではお久しぶりです。肉ではね、肉とかラーメンではあれですか、はい、石野さんは前にも今さんち出ていただいたことあるんですけど、はい、まあ、いろんな活動してまして、そう、今日は東京漫画で、あ、そう、ユニットバスガイドスとかもやってるんです。バスガイドを格好して歌って全国回ってという、ね、そうですね、で、まあ、オリエンタルテクノポップユニットといって、すごいですね、すごい、一気に言いましたね、口はちょっと回らないんですけども、ちょっとあの演歌とか日本の歌唱法、拳とかと、うんうん、現代音楽を融合して、うんうん、まあ、日本の音楽の良さとかそういうのを継承していこうみたいな、うんうん、あの目的です。世界征服をもくろんでいるユニットでございます、うん、なるほど、はい、はい、もうなんかちょっと見た目的にも、うん、なんでこの人たちが集まったのかも不明ぐらいの感じなんですけど、異形のものだね。どういう、ね、キャバクラみたいな感じになってます。本当だ。高額請求されそうな感じで、どうやってこれ始まったユニットなんですか。あの、もともと私たちはフリーランスで、あの、はい、音楽活動をしておりまして、みんなそれぞれ、そうです、そうそうそう、でもわかります？悪しき習慣がすごいんですよ、ね。悪しき習慣は。悪しき行きましょう。何が悪しいですか。まあだからね、あれですよね。結局ほら、まあ最悪はギャラ払わないとかね。まあいろいろあのね、だから条件がね、あれしちゃったみたいな話があるじゃんっていう。そういうのね、こうなんかこうちょっとでも改善しましょうねみたいな、そういうね、あの。それが初めなの。そうそうそう。そうなんですよ。オリエンタルの前に。そうなんですよ。オリエンタルの前に。ギャラ未払い問題を何とかしようぜ、ユニット。そう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 。それなんですよ。それで知り合った。そこにはでも、そういう集まりがあったってことですか。そうそうそう。業種他にも、あの報道番組のあのカメラマンですとか、はいはい、ライターさんとかいろいろいるんですけど、その中で音楽をあの、まあ、やっている私たちが、はいはい、じゃあそれぞれ、まあ、あのいろいろと才能があるので、なんつって自分で。めっちゃ
い、自分で。ひどいな。自分でちょっと集まってやってみようかなっていうことで。そう、それでユニットで東京漫画って始めて、はい、ただね、最初結構みんな忙しかったんで、なかなかできなくて、うん、やっと去年ぐらいに、うん、ちょっと本格的にやろうかって言って、CD をね、作ったんだけど、CD を持ってこなかったっていう、そういうユニットですよ。東京漫画調べやすいです。調べやすい、東京漫画で検索してくれるとね。はい、でなんでオリエンタルテクノユニットなんですか、それで。ね、まずね、レコーディングするときに、はい、どんなね、まあ、オリジナルの他にやりたかったんで、うん、それでね、いろいろ試したら、とにかくね、やっぱり演歌がもう超うまいんですよ。この人でしょ。この人。この人ね、器用なんですよ、本当に。何でもね。何でもできるのね。何でもできるんですよ。うん、一応です。そうそう、ジャズとかもね、できるしね。でもね、やっぱり演歌がとにかく僕が感覚としてもう本当に感動しちゃって、これも絶対演歌がいけとるぞと、うん、これはもう絶対そっち残そうと、残そうっていうことで CD を作って、でだから「さくらさくら」っていう曲、うん、まあもともとね、そういう外国でちょっとやりたいっていうか、うん、そういうのがあって、だから東京漫画なんかあざとい名前じゃないですか、はい、いかにもうなんか、ね、売りに来てますね、もうね、もうね、もう狙ってんじゃないですか、そうだ、そういう感じでね、だから桜桜でしょ、うん、みたいな、それでね、じゃあ演歌何って、うん、もうド演歌行こうって言って、うん、涙の連絡船、うんうん、宮古晴美さんですよ、なんかちょっとね、選曲を渡したんですけど、うん、皆さん、うん、意外にOK だったんで、はいはいはい、おー大丈夫なんだと思って、じゃあ行かせていただこうと思って、うんうん、ド演歌、ド演歌でね、うん、それであと月の砂漠っていう、ああいうと、あとまたこれもちょっとあざといんだけど、アニメ、うん、やっぱり海外で、うん、東京漫画ですか、東京漫画っていうんで、うん、君を乗せて、はいはい、天空の城下したよ、これもまた小学校の時歌ったやつ、そう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 、そうこんな感じで、まあ、それをアレンジしてるってことでしょ、そうなんです、うん、そのままやってもあれなんで、そう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 、そのままやってもあれなんで、そうなんですよ、結構ね、あとそうそうそう、レコーディングでびっくりしたのは、1回、そうです、1回です、ね、1回で、あと修正なし、はい、あ、間、継ぎはぎなし、なし、全くなし、ちょっとあれで、継ぎはぎなし、ああ正直ね、間違えたことか、ああ、そうだよね、間違えたとか、基本なし、そうそうそう、あと、今ほら、みんなピッチ調整するじゃないですか、うんうん、してない、ない、してない、無修正、無修正、してない、無修正はいいでしょ、無修正、いろんな意味で無修正、そう無修正医師の意思そうなんです、検索しないで、検索しないで、それじゃ出てこないです、出てこないですよ、でこの人すごいですよ、うん、ね、実力がありますよ、ね、ね、こうまやかしじゃなくて、まやかしじゃなくて、ごまかしじゃなくて、ちゃんとしてます、この人、そうそう、芸歴がちょっと長いの、小学校からやってるので、うん、ちょっと長いんですね、でそれで、はい、そうなった、はいはい、そうなったんです。最近はどんな活動してる？最近はね、なんだろう、ちょっと埼玉周辺がね、うん、いろいろこう忙しくなってきて、うん、その一つはそののんちゃん、のんちゃんの抗菌、抗菌奏者ってこういうね、ボヨヨンですよ。ね、この。これね、もう遊んでんじゃないんですよ、これ。ね、真剣にやってます。真剣にどう？そうなんです。抗菌っていうね、そう抗菌、これがこれがあれでしょ、埼玉から出てきたやつ、そうそう、大宮の氷川神社から、ね、から平安時代ぐらいからのね、遺跡から出てきて、でたまたま私が埼玉なんですけど、うん、そうなの、うん、それでたまたま大宮にね、うん、ちょっと私が知り合いで、うん、で氷川神社から、うん、はあ、出たっつってね、じゃあ町おこしに使おうっていうふうにおっしゃってくださって、そう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 、今いろいろとこれでね、ですよ、町おこし、そうなんです、ね、それでここでご当地ラーメンやられたらどうしようかと思って、ああそうなんですよ、急にだ、神社なので特にね、由緒、由緒が半端ないです、そう、由緒とこの音のギャップがね、そうそうそう、ふざけた、ちょっとふざけたとかする、なんかね、いろいろ神事に使われてたんじゃないかとかね、いろいろ言われてんだけど、全く分からない、よく分からない、歴史が分からない、ただね、世界中で結構ヨーロッパとか中央アジアとか広く分布してる。でもなんで日本の大宮、あと羽生もそうなんですけど、うん、大宮のね、埼玉からしか出てない。そうそうそう、埼玉からしか出てないんですよ。だからすごい、不思議なんですよ。調べたい。
はい、でなんかね文献調べると、うん、あの江戸時代の末期にすごい流行ったっていう、うん、それがあってね、みんなでビヨンビヨンやってて、それでみんなでビヨンビヨンやってたんですよ。なんかねそうらしいんですよ。まあ最初子供が始めたらしいんだけど、ハンドスピナーみんなでビヨンビヨン、そう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 明日、明日これ聞いて、明日これ行った方がいいよ。今日は会議もう大丈夫なんですよ。やっぱりね。明日。カノンストップというフジテレビのね、朝の情報番組にワンディッシュっていうあの V6 の坂本さんのコーナーに、大宮の街歩きをした中で、大宮公園に行ったらなんか変な楽器を弾いてる集団がいるぞみたいな感じで、明日出てきます。素晴らしい、ノンストップ、見るしかない。そうなんで、だから坂本さんに公金を教えたんですよね。こんな感じです。どうだ坂本さん、おじょ、おぜでしたよ。これ結構ね、難しいんですよ。簡単そうだけど違うんだね。そう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 、結構音出ない。でも、ゆうちゃんはすぐね、すごい、あの割とそう、唇が分厚いので、唇がね、そこも一緒。ゆうこの唇、ゆうこの唇はほら、仮物ですから、仮物ですから、ゆうこの唇はそう、出たんで。坂本さんは、まあ初めてです。そうね。のんちゃんの見てたからっていうのもありますよね。だからこう、あ、そう。普段ね。そうなん。でもね、やっぱ口を使ってる仕事の人っていうのはね、やっぱりね、ちょっとね、すごい初めから結構できる。かも早い。やっぱ唇の形状もありますね。で、そのオリエンタルテクノにこれも取り入れてやっちゃおうじゃないかと。ぜひ。オリエンタルなので。オリエンタルの一部なんでね。そうなんです。でも。でもね、本当に電子音楽っぽい音とかね。そうそうそう。音階とかってどうなってるわけなんですか？音階3つぐらい出るのかな。カエルの音。これあんまりね、今緊張して音階出る。緊張しちゃった。でも3つぐらい出るんだって。本当はね。大丈夫、大丈夫。そういうことなんですか。はい。と言ってたら、はい、マサさん、あ、僕は、そうなんか僕はもうね、芸歴だけは古い。なんかちょっとサザンと関係あるらしいですよ。そう、それが大事ですよ。急に、そうなんですよ。キャバクラみたいにしてたら、そうなんですよ。いや、昭和31年生まれで、誰と一緒かっていうと、要はもう、桑田様と一緒ですよ。そうですよ。僕は1月15日で、2月26日ですよね。で、ちょっと後輩ですね。そうなんですよ。で、父親2月26日だった。あ、すぐ出ました。そういう。あんま関係ない。関係ない。ナイス、ナイスツッコミ。それで、79年、ファイブカラットってバンドで、ジンギスカンって曲、ジンギスカンってやってたんですよ。それでキーボードやってたんですけど、それでヤングオーって番組って知ってますかね。もう歴史的には聞いたことある。ある、大阪でやってる番組で、日清、名前、日清食品の、それに出た時にサザンのと一緒に共演したんですよ。もうだからデビューからちょっとですよ。79年だからもう、愛しのエリー出るか出ないかぐらいの時ですか。いや、あのね、出た後、それは教え、あ、これクイズです。出演したのがね、79年の10月なんです。その時サザンはヤングオーで何の曲を演奏したでしょうか。でも今の振りだと愛しのエリーじゃないってことだね。うん、でももうそしたらシンドバッドが気分次第で攻めないでしかないじゃない。ない、ある、違います。アルバムが79年の10月ですよ。何、皆さん、シングルですよ。当たったら何くれ。当たったら、だって C 調とか出てないでしょ。本当に考えてる。ピンポーン、 C 調。そうなんです。 C 調言葉に。これ C 調が新、多分新作だった時、先出しみたいな。先出しってあるじゃないですか。ああ、そう、あ、ちょいとですよ。 C 調が新曲の時すごいですね。すごいですよ。だから結構ね、あの曲好きでね、だからね、すごい、ほら、こうエリーですごいシリアスになってあれしたけど、またちょっとこう変えたっていうね、ポップにしたっていうね、ポップにしたっていう感じでね。それで、ハラボーンが、要するに楽屋が男の楽屋と女の楽屋と女性ね、なってんだけど、ハラボーンはやっぱ入れなくて、女性の方に、だってあの当時ってもうザ芸能界だから、
ハラム無理じゃないですか。キラキラアイドルがいっぱいいる。もうだって腰見張るとかって知ってます。知らない。知らないか。あのまあそうなんですけど、まあいろいろいて、で大御所とかもいて、結構厳しいじゃないですか芸能界で。大御所さんごめんなさい。大御所さんって本当に奥の方なんですよ。いやもう新人は前なんです。奥の方に別室ちょっとこう作って、そうちょっと自分のエリア作って、エリア作る、作るね、作る。だから大変だったと思いますよ。そうそう、いやもういたたまれなくて、こっちにあの男性の白組に来てだけだ、白組に来て、それでまああの僕は鵠沼海岸、藤沢なんで、はいはい、あの茅ヶ崎で、それで鎌倉学園ですよね、はい、そうですね、で共通の友達がいて、それでちょっと話して、はい、なんだろうね、こう楽しくね、それでちょっと過ごした、同じぐらいの芸歴で。そうですよね、そうですね。あ、そうなんですね。で今じゃこんなになっちゃったっていう、いやいや、まあ、これが落ちなんで。自分なりにそうです、うん、でもすごい楽しい、貴重な話です、ね、いやいやいや、すごくもう本当におとなしかったね、ハラボーとかね。ハラボーさんがおとなしい、すっごいおとなしい、まあみんなおとなしいっていうか、まだね学生っぽかったよね、まだデビューしてたってね、23だもんね、だから1年たったぐらいぐらいですもんね。78年6月、6月ですもんね。そうですよね。でもそう考えるとあの才能ってすごくないですか、ね、23歳でって。そうです、本当びっくりしますね。僕もたまたまだけど、あのなんだっけ、ベスト10、で、あのほら短パンね、あのロフトで、あれ見て、あ、すげえなとか思って、あれすごいテンポはやたら速かったでしょ、あの時にね。いやでもね、すごいインパクトあってね、それで1年経ってすけなとか思って、羨ましいって思ってて、でもね、すごいバントになりましたよね。本当っすよ。いや本当にすごいなと思う。そんな思い出がありました。人に歴史ありです。はい。東京漫画キンキンのご予定は何かありますか。キンキンは11日に火曜日大宮で、大宮の白石亭で、これもね白石亭で大宮では有名で、カオスな、そうなん、24時間やっている。喫茶店なんですけど、伯爵邸。そう、NHK の番組で、ドキュメント72時間っていう番組あるんですけど、それとかにも出てたりとか、もうしょっちゅう結構テレビにも出てて、そこで演奏する。そうなんですよ。でもその日はちょっと歌謡ナイトといって、昭和歌謡、昭和歌謡やるんです。もう優子さん、いやもう昭和歌謡って言ったら、いやそれはな、やってらっしゃいますか、やってますけども、そうなんですよ。あれ敵、敵じゃないですよ。敵じゃないですよ。すごいな。一緒にやるんですよ。一緒にほら、なんか作るんですよ、CD。そうそう、作るんですよ。漫画と一緒にね、今度は曲作るんですよ。言っちゃって大丈夫ですか？ラーメンの歌をね、一緒に作ろうとしてるんですよ。そうなんですよね。そうなんですよね。だから敵じゃないですよ。バチバチじゃん。ということで、じゃあ東京漫画の活動に注目してみてください。ありがとうございます。じゃあラーメンのコーナー行きたいと思います。ラーメンのコーナー、イエーイ。はい、今日のラーメンはこちらです。ドン。はい、今日はですね、一風堂スタンドをご紹介したいと思います。飲める一風堂ですね。福岡ですもんね。あ、福岡だもんね。飲める一風堂がね、今浜松町と五反田にありましてね、あのおつまみ食べて日本酒飲んで最後に一風堂食べるというね、お店が、これはお店ね。はい、こんなもう行ったと。おお、もちろん行ってます。これね、びっくりしたんですけど、ただ飲める一風堂っていうわけじゃなくて、日本酒を飲んだすぐ後に、あの一風堂の白丸を食べると、もうすごいマリアージュです。これ清宮社長にも取材したんですけど、やっぱ2軒目の、あの飲んだ後の締めのラーメンうまいって言うけど、そのインターバルが短ければ短いほどうまいんだって。あ、そうなんですか。清宮さんが、何それを開発したんですか。いや、清宮さんは多分、あのたまたま食ってみたらそう感じただけだと思うんですけど、偶然の発見なんだ。ニューヨークでやってるでしょ。それがお酒とかこう出して跳ねたらしくて、日本でもやってみようということでやったんですけどね、僕もびっくりで、なんかね、お酒用に変えてんのかと思ったぐらい美味しかったんです。だけど清宮さんに聞いたら何にも変えてないんですよ。日本酒飲んでる間にちょっとじゃあ白丸一つって頼いて、飲み終わったぐらいに来て食べるとっていうやつなんですよ。すごいね。マリアージュ的な、マリアージュ的なことなんですよ。
これはぜひね体験してみてほしいなと思います。いやいやいや、これはでもどんどん主流になってくるんじゃないね。これからまたあのさらにブラッシュアップしてお店を増やすって言ってましたけど、ね、今ね、あの浜松町と五反田ですから、ぜひ行ってみたいな。五反田行かないといいでしょ、興味あるでしょ。おつまみも結構リーズナブルだ。日本酒だっけ？あのね、一応ビールとかもあります。でも日本酒が結構こう、なんかこうなんか飲み方とか、はいはいはい、辛さとかキレとかでこう、あ、ちゃんとチャートになってて、ここに合うつまみはこれとか書いてあるんですよ。すごいね。すごいですよ、意地を感じますよ。でもつまみのある一風堂って、そうよ、画期的でしょ。うん、すごい。ぜひ行ってみてください。はい、行きたい。イエーイ。じゃあセッション、セッションしたいと思います。イエーイ。セッさあ、今日は何でも歌える優子さんです。歌謡テイストな女性の楽屋に入れなかった原さんが歌っていただき歌っていただきたいと思います。じゃあ私はピアノに行きましょう。はい、マサさん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、行きましょう。ワン、ツー、ツー、ワン、ツー、ツー、ツー、ワン。Thank you.
ね。難しいよ。あの細かいところが、ね、ちょっと触ったり触ったり。はい、戻りましょう。はい。終わりようかね。はい、ということで歌っていただきました。いいですね。尻見せちゃった。いいえ、いいえ。優子さんの歌声は。ねえ。難しい。ね、演歌の入りました。演歌ね、ちょっと高田みずえさんみたいに忘れちゃった。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 ノーミープレーって言いました。はい、ね、東京漫画の情報等々、はい、告知等々あれば、あれば、はい、11日に八尺亭で、はい、青宮ですね。でもこちらもう満員御礼でちょっと、まあ、すごいじゃん。そう、あとあれ30日7月30日そう、100万頭祭り川越の100万頭祭り、100万のともしび祭りで、まあ、一部はちょっとアニメとか、なんだろう、そのね、そうですね、昭和会話、昭和会話をそのままやるんですけど、2部は東京漫画でがっつり、ね、本当の東京漫画の世界、そうですね、がっつりだからであります。2つの私たちも見られる楽しめ2パターン楽しめということで、はい、そうですよね、うん、なんだっけ、10万人ぐらい、なんか結構すごい人、毎年来る、すごい有名なお祭り。もともと私、子供 の、うん、あのクレヨンしんちゃんのとか、子供用に、はい、あの歌を歌ってるので、そんな感じでちょっと、うん、みんなで手遊びとかをして、遊べたりするようなコーナーを、私たちやろうかなって、うんうんうん、今初めて言いました。初めて言いました。初めて言いました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。いや、いいですね。いいですね。ほら、5月のさ、あれでやったじゃないですか。はいはいはい、でも昨日、南アフリカ の、 あの、ちょっとレセプションに行ったんですけど、やっぱりそれをやっていて。へぇ、手遊びをやってる。やっぱ楽しいんですよ。参加型がね。参加型いいですよね。やろうって心に決めて帰ってきました。はい、今聞きました。じゃあ頑張って。いいですね。川越で。はいはいはい、はい、エンジェルちゃんの告知ありますか。はい、ありがとうございます。ちょっと近畿道は結構満員御礼でありがたいので、みんな満員御礼なんだ。そうなんですよ。9月の頭ですかね、9月1日に中目黒の楽屋っていうところで、はい、あ、楽屋、うん、行ったばっかりですよ。あ、本当ですか。やります。オーバートーンというあのコーラスグループでやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、ハッピーエンドからのお知らせ、7月14日金曜日7時から第6回サザンセッション会やりますということですね。ベースの人は足りません。ね、ベースが足りない。食べ物持ち込み OK。 そう、サザンのセッション会毎月やってます、14日です。今月から 第2金曜日になりました。はい、はい、今度はそれ満員御礼じゃない深入りカフェのお知らせです。何を言ってんの。またまたまた、すごいのに。7月15日土曜日、名古屋パラダイスカフェ21、久々名古屋行きます。はい、8月17日木曜日、駒込ワイワイホールで、グレートギダユーさんゲストでやります。ギダユーさん、ところてんこないでごちそうになった細かい情報が入ってきた。入れたい町バンド、7月17日、海の日ですね、南房総丸ぐる出ます。あと8月27日日曜日、タマプラザテラスのビアガーデン、タマビア出ます。それから9月12日の火曜日、新横浜ラーメン博物館でライブ。行きましたよ。楽しかった。超良かった。ありがとうございます。おかげさまでね、ちょっと2ヶ月に1回ぐらい出させてもらうんです。素晴らしい。はい、ということで東京漫画とはね、ちょっとね、曲も作るんで。そうだね。今後もね、ちょっともう、まだね、楽しみ。なんかイベントもぜひね、やらせていただきたいです。もちろん、ありがとうございます。石野さん司会でやらせていただきたいです。司会。やりますか。何でもできちゃう。ご職人だからね。そう、ご職人。はい、ということで、また遊びに来てください。どうもありがとうございました。はい、来週のゲストはエンジェルちゃんもお友達、パーカッショニストの丸山クスさんです。おお、また選手がいますので、ちょっとエンジェルちゃんとのね、あの友情の話も聞きたいな。友情、友情の話ということで、来週もお楽しみということで、今日のゲストは東京漫画の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アシスタントエンジェルちゃんでした。そして私、ネタ一応でお送りしました。また来週、バイバイ。